えー、あこれ私がしゃべり出すんだ、ここ。どうもこんにちは。青山吉野のぼっちタイムー本編べぼっちだラジオが始まる前に、青山吉野がぼっちでお届けするぼっちタイムです。もうは近いもやってんのに。まだにシステムを理解してない、パーソナリティはどこのどいつだいあたしだよ これきっと伝わんないんだろうないやあのー、メールとかをさ結構いただくんですよ本当に今日もあのタウンページもびっくりなくらい頂い,いたんですけれどもあの年齢が何回も言うんですけどこの「ぼっちザラジオ」聴いてくださっている年齢層がもう私のもう5個も6個も7個も8個も下なんですよ悲しい若い子に伝わらないネタをやってしまって自分がえな何ですかそれ っっててて言われている未来が来がしまった <laughs> どっちかっていうと私そっち側だったのにさなんか私ってほんと結構その現場でも一番若いというか最年少だねみたいな感じでずっと生きてきたんですよ。いやーもうあやまさんはねノンアルコールでいいからとかねっ葉さんまだ未成年なんだからっていう気持ちを引きずったままもう26歳になってしまいました。皆さんこんこにちは <laughs> 26歳の 青山由志野です26年間何をしてきたかなんかもいまいち何にも思い出さないんですけどまぁこんな感じでぼっちタイムやっていきたいと思いますふつおたとかもねあの私が再三募集しましたからちょっとだけ来ましたありがとう孤独のみどりさんからいただきました青山さんスタッフの皆さんこんにちは こんにちは今スタッフが「こんにちは」って言いましたありがとう第6回の青山さんのお話で青山さんが挫折することによって一歩ずつ成長している話を聞いて受験勉強のモチベーションががすごく上がりましたあー19歳だーそこで青山さんに質問なんですが青山さんはオーディションなどに落ちた時にどのように立ち直っていますか あ,あ、今、浪人してるんだ。現在、浪人していて、大学受験を頑張っていると。ああ浪人して、大学受験頑張っている11月にこんなラジオを聞いて、本当に大丈夫だと思ってますか君、孤独の緑くん。天涯孤独になっちゃうよ、こんなラジオを聞いてると。本当にでも、聞いてくれてありがとう。怖いね。怖かったよね、今。ごめんね。 そうねオーディションなどに落ちた時にどのように立ち直ってるかもう全然もうオーディションなんて毎日落ちてますから昨日も来ましたえー、っとメール昨日のメールあった先日受けていただきましたほに,ほにゃ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 のオーディション結果今回決まらずでした以下スケジュールばらしとなります ままたたよろししくお願いいたしますだってさこんなメールねもうね100万回と目を通してきたんですよ本当にもうあのね多い日であれば1日3回これが来るのが3日くらい続くダメでしたダメでした決まらずでしたスケジュールばらしですあの今回はどうのこうのうんぬんかんぬんちんぷんかんぷんポン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  この野郎ですよでもそれを乗り越えて乗り越えてやっていかないとじゃあこの役ダメだったから声優やめようなんていう決断はできないんですよだってこの仕事が好きだからいつか受かるかもしれないじゃあこのダメだったこの経験を生かして次に生かしていかないと私たちは生きていけないんですよね本当にやっぱり好きだしこのお仕事で食べていくと決めたからには いいちちち落ち込んんだりり、ね、ししてらななくなりました本当にだからどのように立ち直ってますかという質問にはちょっとうまく答えられないですもうそもそも落ち込む暇がないからもうダメだったんだそっかくらいにしておかないとですね心が持たないんですよ次もだってまたじゃあ昨日ダメでした連絡が来たけど 明日またオーディションがあるってなったら別のね作品のオーディションがあるってなったらその落ちってってダメだった私なんて才のないんだバカクソボケみたいな感じの気持ちのままその役を受けたらダメじゃないですかまあそういう気持ちが役に反映されるっていう役もいたりもするんですけれども基本的にねフラットでいたいなと私は思っているのでフラットの状態にして 一番自分がいいパフォーマンスができるっていう状態を毎日毎日保ってないといけないのでね全然落ち込んだりとかしてないですよなんて言えたらよかったんですけどねほんと悔しいですよオーディション落ちるなんてマジでもう昨日もすごいもう何回枕を壁にぶち当てたことか悔しかった悔しい なんで私じゃないんだ見る目がないのと思いながらもねまあ一つ一つ自分ができることをやっていくしかないのでなんとかその場を収めましたけれどもやっぱり詳しい悔しいだってもうね懸命でわかるの弊社はね81プロデュースのメールはね懸命でわかるオーディション結果のお知らせっていうメールが来た時はだいたいダメだった時のメールなんだよだってオーディション結果のお知らせなんて もし受かってたらそんな書き方しない。はれまさん、決まりましたよーびっくりびっくりバンバンバンもうクラッカーの絵文字クラッカーの絵文字みたいなメールが来るはずなんですよ。来なかった。だからもう懸命で察したよ。そんな感じでね、なんかこう、慣れていくしかないのかもね、こういうの。でもさ、大学受験に落ちるとかってさ、そもそも大学受験って、 このご年齢で察するに初めて受けたわけじゃないですか初めてやったことで私も初めて受けたオーディションなんて考えたらもうほんと2ヶ月くらい寝込んでましたからね気持ちはあ私ってほんと声優抜いてないんだなんかもうやめちゃおうかなってたった1個のオーディション落ちただけで思ってたから大学受験なんてもう日にならない一つ一つの私たちのオーディションなんかと人生をね決める大学受験とも言われてますから本当に。 頑張ってくださいあーちなみに「ぼっち・ザ・ロック」のオーディションの時はあのー、結果がメールじゃなかったです確かメールじゃなくて普通に何か事務所になんか用事があって行った時にあのマネージャーさんからしかもその「ぼっち・ザ・ロック」の担当じゃないマネージャーさんから「 あ、青山さん聞きましたよ「ボチザ・ロック」おめでとうございますって言われてな何のことですかってなってそのマネージャーさんが「えまだ聞いてなかったですかあどうしよう忘れてください!」って言われて知りましたほんとにいやまあまあな確かにこう、結構そういうオーディションの結果とかってあの、マネージャーさん同士で共有されますから聞いてるもんだと思って。 言われてその時にまあでもその人に言われたからあなんか別役っていうか「ぼっちゃろこおめでとうございます」別にぼっちちゃん役って言われてないからあなんかこうそれこそ北ちゃんの友人とかそういう役でなんかレギュラーとかで決まったのかなって思ったら改めて「あの本当に今から聞いたことは忘れてほしいんですけどぼっちちゃん役です」ってその人から言われて「あそうなんだ」って思ってその場で腰を抜かしましたね。 でうちの事務所ってめちゃくちゃ狭くて、ほんとあの、人一人通りすぎれないというか、なんていうんですか、こう、交差できないんですよ、狭すぎて。なんかもう、人が一人座り込もうものなら、もう邪魔で邪魔でしょうがないのは分かっているんですが、やっぱ嬉しくってね、腰を抜かしてしまいました、ほんとに。いやー、そんなこともあります。だから基本的には、 メールで来るオーディション結果はダメだったんだなーっていうことが多いです。頑張って、本当に。大学受験、私もしたから、まあ、したと言っていいのか分かんないくらいだけど、したから、<laughs> 一緒に頑張ろうぜ、大学生ライフた、楽しいとも言えないけど、頑張ろう、イエーイということで、今日はこれ以外にもですね、ちょっとこのテンションで。

いや、このぼっちタイムに人を招くのは初めてなんですけどそうですよねぼっちタイムじゃなくなっちゃったねいや私のお話を聞いてください聞きましょうあ皆さん北育谷役の長谷川育美ですこんにちはこんにちはこんにちはやばこんにちはもうままならなくなってるぼっちに侵食されてるやばこのぼっちタイム怖い違うんだよあのさ私たち先日さ結構人が多い現場で一緒だったじゃないですか その時に私は察したんです察したというか、うん、気づいてしまったんですね、うん、私って本当に人と喋れないってこと <laughs> たくさんいたたくさんいた,た,んいたなかなかいないぐらいたくさんいたね初めましての人もたくさんいたしうん、うん、あ会ったことあるなーみたいな人もたくさんいた、うん、そこで育みもいた、うん、私はずーっと何かを食べてるか、うん 携帯で用もないのに LINE を開いては通知なし閉じる LINE を開く通知なし閉じる Twitter 見る興味ない閉じる Instagram 見るうん何にもないけどとりあえずスクロールしてるフりする閉じるを繰り返してたんですけどどうすればいいのいやでもねわかるのすごく分かるいやなんかさ 私もだかからその一緒にいいたじゃなでですまあでも今日はヨッピもいるし、うん、まあまあまあ友達いるわと思ってさ心持ちね,いたんねそうそういたんだけどさ<笑><笑>でもまあちょっと最初さ2グループに分かれますみたいなあの行動をこの半分のこっちのグループの方は、うん、じゃあこっちからまずこの最初にこれやってもらって,っって,ってで半分のこっちの方はこっちこの作業からやってもらってみたいな感じで分かれたじゃないですか。 で別れたじゃないですか<う>こちらそのグループが違ったの私は A 私は B っていうことで別れまして<う>であ友達が消えたって思った <laughs> <laughs> 広い<う>同じ空間にはいるんですけどねそう,そうそうで消えちゃって、うん、私久しぶりにもう数年ぶりかなうん、うん、机に突っ伏しました <laughs> <laughs> ああすごいあの ちちゃゃゃんん話のじないですか誰からも声をかけられずふりをする本当にさいやなんかここ最近ねやっぱこの「ぼっち」からこの「ぼっち」「ダロック」に出演してまあ「インとか「よ」とかそういう話もして「くみはねいいんじゃないよね」みたいなとか「いや長谷川さん「よ」ですよねとかそうそうって言われたりしててあなんか私って自分が思ってるより「 に近い人間なのかいみたいなあれ私そうなんだって最近思ってたのでもその現場で突っ伏した瞬間に「調子に乗るなよ」って「お前は何を勘違いしてるんだ」ってう悪魔がささやいてるこうやって学校のような大人数になった時に「お前はそんんなもだって悪魔怖っ!」って結構芯ついてくるやん 朝早かったけどさっしたた全くく眠なかでも眠いかのように朝早いから私今眠いから寝ますみたいな感じでみんな朝早いし眠いよねみたいな感じで突っ伏してることを正義にしたかったんだけどその実だからしながらら目はえてるじゃんだかもうみんながここら辺でキャッ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 てやってる声が。 聞こえるだってより目を閉じてるからさ、うん、聴覚が敏感になってうもうお耳暖房なのねそうなの起き上がってる時より聞こえてくる。聞こえてくるって思ってたの<う>でも私たち、うん、それこそそれ半が違ったからさ、うん、しなんかその。 でっかい楽屋だったんだけど、うん、でっかい楽屋でもこんなに離れることあるってくらい <laughs> なんか四隅にいたじゃん私たちってなんか対象の場所にいたというかだからんかこうなかなかあああああってなって私も、うん、なんか食べてると人って食べてる時話しかけてこないじゃんし食べてるとなんか暇が潰せるというか時間が流れていくじゃないですか。うんうん、じゃあ,あと何するかっってなったらもう 興味もねインスタグラムを開くくらいしかないんですそれしかない本当にでもでもね、うん、変わりたい私、うん、そんなもういつだってできるインスタグラムなんて不動のところにいるんだから本当にそう今すぐ見ないといけないものじゃなかったじゃないですか本当にでもそれでしか時間を潰せないのってバカみたいだなって、うん、だったらもっと新しい発見、うん、じゃあ例えばそこで勇気を出して声かけてみました でそこでで思わぬつなががりがありあました、うん、でこんな楽しいことがあったんだってことをじゃあここで話しました、うん、それだけでも一歩前進じゃないですかそうだ、ね、第8回にもなってずっと同じことで悩んでる <laughs> <laughs> しかもこれは第8回とかじゃない私のもう青山よしの1996年から同じことで悩んでる、うんうん、<laughs> どうすればいいのどうううしたらいいいんんだろういやもう覚えてるなんかその 私も、うん、ヨッピがさ座っててさ、うん、スマホいじってたからさわ、まあ、同じ人間がいるぞと思ってさよしよしと思って私が「そうい」ってヨッピの席まで行って「うい」ってやったら「うわ」って。<laughs> 人と喋るの久しぶりすぎて声が出ない時のもじゃうピアノ2時間に会った時にマジでその状況に陥って私が「くら」って言ったら「死にたい」って言われた帰りたいって。 ったんだよね <laughs> いや決してその現場が嫌だったとかじゃなくて、ね、本当に勘違いしないでほしいんだけど、うん、陰キャって別にその場所が嫌いとか嫌とか,なんかじゃないのよ。なた仲良くなりたいし喋、うん、りたい明るくいたいあなんか青山さんがいると気がなんか和むわとかうん、うん、面白いわってな,なりたい、うん、なれない,なれないそのジレンマの中でずっと戦っているのよ。私なんか声か声けても なんかつまんないからとかあとなんか会話続けらんないしなとか、うん、なんかそういうことを考えてなんか人の幸せを考えてるのよ,いいよ人の幸せを考えたところでいい、うん、その「青山佳のは話しかけない方がいい」っていうふうになったの結論ね結論でもそれってさ<や>なかなか伝わんないしじゃあ逆で考えてみよう、うん、私が楽屋からって入ってきて、うん、ニコニコ誰かと喋ってる人と、うん、なんか うつむいてスマホをいじっている人だったら、うん、どっちが話しかけやすいかって前者じゃん。絶対そうだね。ニコニコ話しかけてる方がえっそれ好きなんですかとか,なんか共通の話題がパッと生まれるかもしれない。うんうん、でもうつむいてスマホいじってるやつなんて一番怖えから。わ<分>かる <laughs>。マジで怖えのよ。なのにそれをやっちゃってる私。 そうだよね。最低。何も生まないよね。一番スマホいじる。だってことだもんね。なんかやりたい、なんか、締め切りがあって、急がなきゃとかでもないわけじゃん。虚無のツイッターを見て。 の感情になりそれをまた1分くらいで消しじゃあ虚無の TikTok を音なしで見て虚無の気持ちになりまた消し虚無のエゴサをして先ほどと全く変わっていない検索内容でふなんか誰も呟いてないんだけってなるそれの繰り返し何にも生まないもうこんなんだったら株とかやっとけばよかったこんな携帯見る人生だった変動見てる時間にした方がよかったなでた けど、なんだろうでもさヨッピは喋ったら面白いんだから喋った方がいいんだよ、うん、だから私と喋っても面白くないっていう考え間違ってんだよ間違ってない間違ってる間違ってい,いや私はイクミと喋ってる時の私は面白い肯定する時はちゃんと肯定するんな自分を <laughs> 割とちゃんとね分析するタイプなの。イクミと喋ってる時の私は もうまんま素だから、うん、もうイエーイっていけんのよ。の、うん、じゃあ <laughs> えやっぱもう例も出てこい <laughs> ない。て話しかけるんだろう <laughs> えっとでもさ喋ってはいたじゃんそうでも本当にさ喋りかけてくれる人って。 っていうのがどれだけ天使かだよ、ね。本当にそれマジで。うちこの人のこと。一生も墓まで持ってくって思ったもん、うんうん、で、私がもしなんか死ぬって。時には、うん、書道でお世話になった人の名前に絶対。その人を書くって思ったくらい。<laughs> こいつはすげえって思ったのよ。嫌味なくこう。喋、うん、りかけられるとか。私みたいになんか顔色を伺ったりとかしない。ちゃんと人と喋れる。 可愛いし顔とかじゃないよ、うん、もうなんかその人生が可愛い生き様が可愛いし、うん、なんか愛おしいなって思うし <laughs> あもっと知りたいって思うけどまあ私みたいに話しかけてる人なんていっぱいいるんだろうなみたいな別に私じゃなくていいんだろうなっていう思いもありつつ、うん、でもいいやつだっていうのが拭えないこの神、うん、私は神になりたい。すごい壮大なな話になったね どうすればいいんだろう。だから、ま、真似から入ればいい。あ、その子が、どんな話をしていたか。うん、そうこの子の行動を見て、あ、どうやってこの子って、その急に。うん、そうだ、ねま、急にここで座ってる人とかに。<の>そう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 。どうやってやってんだろうって覚えて。やってみる。<laughs> まず挨拶だよね、うんあ。すいません、挨拶いいでしょうか。エティワンプロデュースの大山吉野です。お願いします。 で、はい、いつもの青山だったらここで、もうルート終了です、うん、攻略対象以外になりましたけど、こっからルート分岐うん、うん、あ、<laughs> 青山芳野です、お願いしまーす今日寒いですよね <laughs> 一番ダメ天気の話一番ダメこれバッドエンドバッドエンド<わ>天気は一番何もないんだ、この人っていうあれになっちゃうからリセットさせて <laughs>

やばい、ミスから生まれる、ここの愛。確かに。やばいよ。あ、いくみ、あ、呼んじゃったってなって、え、でも全然呼んでください。え、じゃ、いくみさんって呼び、呼んでもいいですか。え、いいです。じゃ、なんで呼んだらいいですか。あ、私をピーって言われてるんで。じゃ、呼んでさ、引いちゃう人だったら、どうする。そんなやつは、もうボコボコにしよう。なんで、引くなよ。なんか、このやろ。え、あ、え、いく。え、だって。でもさ、私はさ、この間。 いや、例えばじゃあこの作品見ててヨッピーあえっとあの青山さんのって言われたらキュンってなるよわかる嬉しいよね嬉しいあめっちゃしてくれてるやんねるヨッピーさんって呼んでもいいですかそっかじゃあそこで引いちゃう人はもうふるいにかけてもういいもういいもうざるから今こぼれ落ちていっこの人と仲良くしなくてもいいやっていう方で見極めねそうですいけるよいけるわ今度それでやってみえでも待ってじゃあ その後よこの後てかさそもそも多分さ向こうもさ仲良くなりたいって思わないと会話って成立しないじゃん、うんうん、こっち一方通行じゃなくてさ今一方通行でも,もよほど面白い人とか、うん、一生話せる人とかだったらあれだけど、うん、私は顔色うかがいまくり姉さんなのでうん、うん、少しでも向こうが終わらせたいみたいな顔してたらもう終わらせちゃう,うん、うん、のを打破する。 絶対面白い会話。女子がでも盛り上がる会話なんて人の悪口くらいしかないだよ。<laughs> でも本当にでもそれはそう。人の悪口を言うことでやっぱなんかてそうそうそう結束感が強まるはマジである。マジでさ、でもそれが本当に嫌なの。よくないよね。よくないよ本当に人の悪口で結束してるあの空気がマジで大嫌いなの、ね。<う>マジで良くない。 そ,れをその手を使わずに、うん、なんかだって私は道端に咲いてた花が綺麗ですねで盛り上がりたい人なの <laughs> 本当はあら素敵なお花とか蝶々ちょちょさん <laughs> 今日もこんにちはとかで盛り上がりたいのに高級住宅街とかのマダム狙うしかなくない <laughs> 私の将来の夢は可愛いおばあちゃん,んで <laughs> 素敵です極力悪口言いたくないんだけどでも、うん、悪口言ってる時のあの生き生き感といったら急にね わかるみたいにな,なるっになっちゃうんこれはマジで悪口じゃないんだけど <laughs> マジでなんかでもそれはガチでキモいって思って本当は悪口じゃないんだけどみたいな <laughs> っていうこのテンプレートねあるよねみんなが経験してると思うこれ,これ女子、ね、いや今回だって結構ボッチザラジオ、うん、年齢層がさ、うん、それこそ学生さんとかが多いから、うん 割とああるるの話かかもしれなないそううだよねんこ社会人ってうちらみたいに声優になるとさそんなに同じ人と長く付き合うことってないから別にあんまり生まれないんだけどそういうのでも学校の時って1年間その30人とかほぼ20人とか顔合わせるってさ。ってなったらそれでなんか同じ作業やらされたりとかするわけだから。掃除給食 いや、すごいよすごいよそう思うと学生時代ってほんとすごいことしてたんだねねすごいとこに押し込められてただから、うん、でもほんとなんか話題はあれにしても最初の第一声のテンション感って必要だと思うよお、うん、<話>かに「ありがうございます」じゃないそうなんか私事務所入った時も思ったんだけど緊張するやんやっぱ事務所は、うん、緊張するで別にみんな敵じゃないのにさ事務所の人と、うん、でも緊張して勝手にさ おはようございます、あ、そう、さすがです、みたいなさ、なんかうって AT フィールドが30くらいになっちゃうんだよねそう,そ,うそ,うそうなの、でもそっからさ、このおはようございますの流れからさ、うん、まず雑談なんていけないじゃん、普通に考えて土台ができてないから、うん、でもこれをさ、おはようございますってやることによってなんか普通のな、何か振ってもいいみたいな土台が出来上がるんだようん、うん、向こうからしたらね、そ<う>種をこっちが巻いたら、それに水をあげてくれる でも、こっちから巻かないと、そうああ、なんか土だなって思って終わるんだよ。だから、その。なんか、いける。この。確かに。第一声のこの音とか。大事なんじゃない。<laughs> この人は元気そう、この人は軽い。とかって、この。話しかけても返してくれそうの空気感を、自分はまず出していかないと。ガチャ。おはようございます。エティバンのオヤメジノです。お願いします。お願いします。お願いします。あ、どう。 今いいんじゃないですか明るかった話しかけようかなと思ったうん続あよかったよかったえちょっといくみもやってみてこれでわかっちゃうございまーすラクンドくんの長谷いくみですよろしくお願いしまーす久しぶりですよねえっですよねえめっちゃ久しぶり嬉しい1年くらいじゃないですかいや本当にそうですよねいやだから今回本当と一緒なんか名前見てわかる交番表見ていくみさんいるって思ったんですよやったーって思ってねうん。 うますぎる。うまい。朝日 <laughs> 寸劇うますぎる。<laughs> で、これができんだから。確かに。これを。今、今これがラジオだからとかじゃなくて、うん、これを日常というか。日常でね。裏でもやってくのよ。でもさ、さたま,たまにいらっしゃるじゃないですか。いらっしゃいませ。おはよう、飯です。ありがとうございます。いる。しょ。でも、うこの監獄の扉が。ガ ってまるいたごめんなさいマイ,んマイク殴ったのでもこのくらい強い気持ちで心の扉を閉められることがあるんですよ <laughs>、うん、そういう時どうすればいいんだろうでもそういう人にもさ、うん、なんかでも普通ナチュラルにさ「いやめっちゃ今日暑いっすよね」みたいな「うん、もうなんか私めっちゃ暑い時だ見てヒートティック着てるんですよ」うん、とか言える人確かなそういう人ってさだからさ「私みたいなタイプかもしれないじゃんひょっとしたら緊張してて、うん、あっりがとうございます」って、うん、なっちゃうみたいな でずっと携帯見ちゃう何にもしてないけど <laughs> 私と同じなのかもしれないかもしれないかもしれない,、ね、れないえっでも逆に言うとじゃあ私みたいなタイプでもないはきはき明るく誰とでも喋れるタイプでもない人ってなんだええー、本当に人と別に喋りたくない人もいらっしゃるかもしれない <laughs> いるとは思うよでもそんなにいないと思うよ <laughs> 基本的には喋って かかけていいのかなうん、と思うそんななかなかいないと思うよゼロではないと思うけどあなんか私もさそういうゼロではないと思うけどひょっとした大山さんって本当に人としゃべりたくないのかなって思われてたらどうしよう <laughs> こんなに明るく楽しく生きていきたい人なのに <laughs> 生きていきたい願望 どうすなんだろうねね、そこがすごくずい、ね、難しくってその話をしたくて今日は育みをもうここで呼んじゃったんだいやと本当にでも私もその時に思の割と考えたからさこんなに大人数の中に入ることがま,まずないわけじゃん、うん、久しぶりに本当学生ぶりぐらいにそのがって一つの部屋になった時にああこの感じってね,ね いやだから本当にやっぱそういう時に思ったのが共通の友達って多ければ多いほど勝ちなんだなってかる手札がいっぱいある本当にそう花札と一緒でさこいつとこいつこいつ持ってたらああこれイノシカチョウ作れるなとかああまあこれは種でいいかとか、うん、なんかいろんなやつができるのに私はもう1枚しか持ってないから、うん、いくみしかないの、うん、<laughs> いくみがんからもう向こうに取られちゃったらゼロ、うん、枚だからもう絶対勝てないのね。うんうんうん だからそのカードいいいっぱいっぱ持ときたい確かに私も手札その日少なかったけど、うん、確かにねあああの子はもうあそこでいっぱい喋ってあこの子はもう違うとこにいるいないこの部屋にとかって<う>なってたでもみんな基本的にいいやつだからさそういいやつなのなんか私も頑張って仲間に入れるように、うん、なりたいいや絶対だからぼっちも同じことを考えてたんだよな ずっとさ、うん、誰かに話しかけてもらいたくてなんかちょっとジェラジラつけちゃってみたいなわかる私もなんかちょっと好きなさ漫画のさ、うん、あのトートバッグをさ一生使ってるんだけどさそれを見た人がえなんとかかんとかじゃないですかって話しかけてくんないかなって思って一生使ってるもんそうだね今んとこ一人しかいないんだけど<あ><に>でも一人引っかかっただけでも 大きいいんじゃなですか忘れないその人も私が死んだ時にあの墓に書く墓に書くありがとうございましたの気持ちでねはいそんなお話でございましたこんな女性声優2人揃ってこんなトーンで話すことさすがこのラジオって感じですいや本当にいや本当に良かったでもここで話せてねそれでははい気を取り直してウォッチタイムはここまでです 本編に行きたいと思いますぼっちザラジオ開演ですあどけない小さな指掴み損ねたの日から傾いに過ごす毎日このままでいいのかな常によく誰かが手を差し伸べてくれることもなく僕に話しかけても部屋に一人ぼっちザラジオぼっちザラジオぼっちザラジオ 改めましてウォッチザロック子供一人役 <laughs> あわやめやしなです <laughs> この番組はどん、ンアニメウォッチザロックの最新情報をお届けするとたまに番組オリジナル企画をお届けするラジオ番組あわ、まあまあ、やいまいよいのあかんちった 自分のの名前なのに26年間連れ添ってきた本名なのにバカじゃないのあんた本当にいいかげにしな<え>、はいそんな青山佳野ちゃんがスタッフを入れずに一人で進行していきます改めて番組ルールをご紹介しますとですねコーナー始まりも終わりも青山佳野次第ということで私の目の前にはサンプラーと呼ばれる押すと音が流れる機械が置いてあります各コーナーの BGM を押せばそのコーナーはスタートし自分で初めて自分で終わらせる一人ラジオでございます改めまして今回の交代性パーソナリティはこちらの方です ありがとうございます。期待契約の鷹田くきみです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いやいいね。いいですか？めっちゃいい。この感じだよね。確かに。間違えたうち。え？違ったね。無理して無理して無理してる無理してる無理せず無理せずの明るさ。明るさで。あ、この子いい子だな。たまるアイドル。います。 改めましてボッチザロック後藤一人役の青山吉野ですこの番組はアニメボッチザロックの最新情報をお届けするとともに番組オリジナル企画をお届けするラジオ番組に青山吉野がスタッフを入れずに一人で進行していますいいんじゃない疲れる <laughs> こんなん多分もう家帰ってこ今の倒れ込むはベッドにいやでもそれに慣れてくんだと思うよ 最初はちょっと無理してるなとけどだんだんそれに順応してくんだそれはそうだってまあ最初から生まれ持ってできる人ももちろんいるけどまずうちらはそうじゃないから最初は多分無理しなきゃいけないでもそれがどんどんこれが普通になってくっていうところまで持っていかなきゃいけない訓練訓練訓練だ日々鍛錬でございますということではいそんな育みが来てくれた感じなのでせっかくだしさこのさピンみたいな テンションじゃないですかうん今日のラッキーボタン押しとく押しとくかもう今だけだもんねこのテンションそうだよゆえぴょん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 押しゃって<ッ>アニメウッチザロック音響制作担当<お>鍵山千代です鍵山お千代ですいやもう本当聞いてらっしゃる方はねお前誰やねんいや感じやありますまあそこに自己紹介しますと,といアフレコをするための段取りあの声優さんと 音響スタッフの日程調整だったりそ,、うん、あのそれを収録するための録音スタジオを押さえたりとかそう,そういうことをしている人です,です、まあ、そんな仕事なので毎回アフレコにも立ち会わせていただいているんですけれども,、うん、もうと,とにかくウォッチの現場は青山さんのセリフ量が本当にすごくてすごくて。うん 私はアフレコの前に事前に数字としてセリフ量を割り出したりとかしているんですけども本当に一人で劇場作品かってくらい喋ってらっしゃってて本当にあの体力を使うしアフレコのね時間もかなりかかってあの大変な現場だったかと思いますありがとうございましたまああのアフレコの時間もそうなんですけども結構本当に制作スタッフの皆さんの熱量が本当に高い現場で ワンクの作品なんですけども私もこうもうずっと長らく携わらせていただいておりますでさっき調べてびっくりしたんですけどうん、うん、あのアーメンさんたちに受けていただいたスタジオオーディション、うん、あの実施日がですね2020年12月。 そんな長らくかからせていただいている「ぼっち・ザ・ロック」なんですけども今まさにあの実は音響作業も含めてラストスパートにかしかかっておりますので今現場で頑張っていらっしゃる斎藤監督はじめあの制作スタッフの皆様に相葉さん皆さん、あのー、エールのひと言をいただけないでしょうか 皆さんだ確かに誰だってなる方が多いかもしれない<ー>いやでもエンドロールおばけの皆さんはですね、うん、そう絶対にピンときもうこの人の名前がないクールでないってことはないってくらい本当にそう,んうん、うん、もうバーチボうこう敏腕制作の音響制作鍵山さんから頂い,いてしまいました。 メッセージありがとうございます落合のその肉声がラジオというかこの電波に乗るってことあ,、うんね、あったのかな今まで。あんのかな今まで。いや嬉しい、その本当にわれわれ声優が一番お世話になってる人って音響監督さんもそうですけど、うん、やっぱその音響監督さんとか役者とか全部まとめてる音響制作さんっていうのがマジで神なんですよ。神ですすごい鍵山さんからいたただきました 鍵山千代って名前めっちゃいいよね。ずっと思ってんだけど。なんかまとまってるよね。千代っていいしかもこれさ、その初めてあのなんていうの、今までスタッフさんをさ、苗字さん以外での読んだことがなかったの。苗字さん、名字、まさん、三員ぐらいなよね。でなんつんだけど、なんか私のあの事務所の先輩が鍵山さんのことを千代はさって言っ てらっしゃって、うん、えスタッフのことをあだだで呼んでもいいんだみたいな今日、す,すっごい仲がいい現場だったのね、うん、それがすごいお千代って呼んでるみたいなそれをしかもなんかこうこいつ慣れ慣れしいなとも思ってない鍵山さんもいらっしゃるう,ん、うん、うわーと思って私もちょっとしれっとお千代しーっつってへー呼んでるんだそうだったんだだから本当にでもそれを許容してくださる鍵山さんも嬉しいよね嬉しい びっくりしたー。ね今音響制作チームー監督はじめ今ラストスパートだそうですよ。ねまあ、我らはねもう一足先に終わらせていただいてあとはお願いしますみたいな状況なので、ね、いやでも本当にこう毎は毎は見てる見て,て、うん、もうアフレコの時もめっちゃ面白かったけどうもうねすごい。 音,音のハメあともうなんか絵<う>とのなんかリンクそそそそう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 本当になんかこのあなんか靴音とかもさ、うん、あここのなんかスターリー歩いてるとか道歩いてるとかもその靴音一個取ってもちゃんと臨場感があるし、うん、あと、ね、効果音もめちゃくちゃいいしあ,マジであとさ効果音系をさちょこちょこ私たちで任せてもらえてたじゃんそれもめっちゃ嬉しくて、うん、なんかこう。 なんか作品へのこう介入のもなんかすごいちょうどよくて、うん、いやすごい斉藤監督だからもうきっと皆さん、うん、本当にもう細かく細かく、うん、こんなところまでそんなこ工夫するんですかってところまでやってるからきっともう時間にも追われてるだろうしめちゃくちゃ大変だと思うんですけどでもやっぱり皆さんがそうやって作ってくれてるおかげで、うん、こう見てくださってる方も<う>いやすげえって毎週。 毎週なってるっ声がすごいからやっぱ見てくださってる方たちの。ぜひぜひ今後とも素晴らしい作品を我々はねもう一足先にゴールしてしまったので頑張れとしか言えないんですけれども頑張っていただきたいですね。 よろしくお願いします。でもなんかあのもしなんかこうもう行き詰まったらなんかなんなんか私特茶とかあの R 1とかチョコラ B B とかなんでも差し入れするチョコアンパンとか差し入れします。ここにあるから。そういや嬉しい。嬉しい。まあ鍵山さんね。いやめちゃくちゃ内部の人間すぎてワロタ。本当にびっくりした。いやいや本当に。嬉しいですね本当に。皆さん頑張ってください。皆さんありがとうございます。ラストスタート。 いやマジでこれじゃ聞いてくださってるってことかな制作チームもいや制作チームにじゃ一つだけお知らせしたいのがマジで感想がもうあもう山のように来てるんですよマジでやばいなんでこんなになかなかないレベルの分厚さできてるそうなんですよちょっと一通くらいね紹介させていただきますけどなんてこった山口さんですどうしたんだギャーどう した <laughs> あ、ぼっちここちゃんが作詞するためのノートを開いたシーンを見た時に <laughs> 私は自分が中学生の時に授業のノートやインターネット上にオリジナルの歌詞を書いていた恥ずかしい過去が一気にフラッシュバックして思わず脳がえぐれて叫びました。<laughs> そして一番心拍数が上がったのはぼっちちゃんがサインを考えているシーンで自分もサインを考えていた記憶がよみがえり全身から血が吹き出るかと思いました<わ>今の自分はラジオにメールを書く人間なので自信は持って作詞ができる気がしますが、うん、10代の頃の文章力は本当も思い出すだけでライフポイントがゼロです次回俺シスもし生き返ったら5倍以降も楽しみます。<laughs> 生き返ってくんなきゃ困るかもしれなほんとやばい絶対見てほしいんだからこっちはなんてコッターじゃねえかいやでもよみがえった人いるんだろうないやるよいやそうだよな絶対書いたことない人いない私も自作の小説書いてました書いてましたほんとに私も書いてました割の小説小説だったりとかちょっとあのこっちの方が恥ずかしいですけどちょっと夢あ夢夢って 夢って見るみたいなのも書いたことあります私は自分の観葉植物で夢らせてた時はどういうことどういうことなんだ私は観葉植物壁そうかそうか見てんだそうそうその予想ねそれを書いたりして時なんて誰だってあるんですか誰だってあるよ全然いいんだだって今のところ満場一致でみんなやってますからねそうだよ描いてないやつの方が今少数派いや恥ずかしいって思ってるかもしれないそっちがマイノリティだから今バー 人の悪口で盛り上がるんだってさそうだろそうだろいや第4話ほんとにさんのねいいシーンでもありましたし最後の終わり方がホラーだったいやあれマジでさんかそぼっちザロックハッシュタグでさいろんな見ようと思ったら t w i t t e さのサジェストがさ「ぼっちザロック」

これじゃないってよりもそれもいいみたいな感じでいろいろやってなんかこん中から使いますみたいな感じで面白かったやりましたねいやでも四話は、うん、今までで一番もうなんかちょっと本当ちょっといい意味で作画がおかしかった <laughs> 言ってたどこかにマジで同じ作品家なのでそうなの 欲求モンスターが出てくるところもさあれあれよかったあれよかったあれちょっと漫画のね原作かもそうそうそう原作と全く同じねなのに動いてるっていうのがなんか原作が動いてるとか思ったもんバカみたいなあれだけどいやほんと良かったあれもさあの以下アドリブだったじゃんあ確かに確かにここ えよよはな,なんはんて言えばいいんだろうって思って上 <laughs> ェき一,一気以外の引き出しがないことがバレるっていう結構ねいろんなパリピがこう長かったのよ <laughs> いろんななんかこうびなパリピとなんかサーフィン系のパリピとみたいな「ど <laughs> うしよう,そう,そう <laughs> どうしよう」うようってなってたんだけどこうそうして、ねうん、なんとかなりました。 次回はね、あのまあ今四話の感想振り返ってますけど、時系列的にはもう五話も終わって、なんだ、次は六話ということになりました。こ話も楽しんでいただけますね、さん。いや六話はね、いよいよもうこれ、いいてあります。広いきくりに出会うのだったと。来た！新キャラが登場します。広いさん。こうもうあの今までね結束版のいろいろ濃いなとかなんかメンツが本当濃くてとか言ってたけど、最高い。 マジで声本当にやばいもっともなんか今だオープニングあでもオープニングでどれが広いさんかも分かってないのかみんなそうだよ原作見てないと分かってないけど大体もう察したと思う結構ちょっとかっこいいなんて言うんだろうなんか敵キャラなんかラスボスみたいな感じでなんかオープニング出てるんだけどまあやばさで言ったら本当にやばいラスボスキのやばさであるだからぜひですね皆さん第六話 まあ、第5話の感想もね次回から、うん、読めるとしても第6話も楽しみにしていただけると嬉しいです,、うん、すい皆さんからのねメールがきっと、うん、制作陣にも伝わっていると思うので、うん、熱い熱い感想の方お待ちしております。 いやサクサク押せました本当良かったですね全然も八回はやってるからそうですよボタンの位置がどこかわかんないとかあのあらかじめ確認しとけよなんてツッコミは一切いりませんから確認サクサクもうサクサク三つ読んでいきますよサク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 水のサク水のおいなんとあります面白いおサク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 水のサクはい。 墓地共感のコーナー、墓地なら共感すると S.P. ルルルルルルルです。ゲコゲコアマガエルさんからいただきました。撮った写真が風景がばかりで、ほぼ東海道五十三次。なるほどな。人の写真を撮らないってことか。そういうことか。わあ、これはいや、でも私撮らないんだよな風景。そうね。あ、風景を撮らない。あ、風景てかまず写真撮らない。 あんまりそうだよね私一二が写真を撮ってるところあんまり見たことない<笑><笑>なんかそれこそボッチだから、うん、ひょっとしたらこれをさ「ボッチザ・ロック」の公式インスタで使うかもみたいな感じで撮ってるみたいなことはあるけどそれもそういう目的があるからじゃんそうだね目的もなく写真あんま撮ってないよ撮ってない本当にあのめいっ子とかぐらい <laughs> かわいいものそうそうめいっ子だけだなそのぐらいはいえじゃあ人間の写真めいっ子だけ ほぼなんかもうカメラロールなんかもうやばいじゃんうんでんじゃんもう友達といるとさもう友達が撮ってくれたりするああ私それを保存みたいなで一応カメラロールにはあるけどそうそうそう俺が撮ったやつはないんだ結局私写真撮るのも下手だからああそれも嫌になっちゃうしねなんか楽しかったのにこの構図微妙だなって思う思いたくないしね自分でんかうまい子が撮ってくれたらうんうんそれが一番いいっていう感じ適材適所ですか わかる私はこれはね撮った写真が自撮りばっかりで<ー>っていうのが私の悩み自撮りねこれももうなんかやっぱこう写真付きの方が SNS って伸びるからうん、うん、はっきり言ったねなんか写真載せないとなって思ってるけど、ね、本当は嫌だ <laughs> 言わないなそういうことそうだよね頑頑頑張張張ってか<く>頑張って頑張って隠して,頑張って頑張る,頑張るみんなでも思ってかみしめてみてくださいこれから大山由伸のツイート<う>これ頑張ってくれてんだ山山頑張ってなんか<う>例えばじゃ自撮りだけみたいなツイートをするじゃないですか、うん、もうあんなんどこに需要があって何の目的があってやってるんだっていうもういろんなしゅがあってやってるんですよってファンの方たちはむちゃくちゃ喜んでくれるんで、ね<う> だけ私の目ゴみんなのためにあんまのやしのジドル揚げ身をこにしてジドルを上げております続いてミニップさん顔を覚えられた店にはもういけないうわこれこれはやばいこれちょっとごめんもう私あのもうわかりすぎたうテッカーおわったこれもうもうもうわかる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 例えばどれぐらいの店のこともうあの 2度目行ってゃかだって同じメニューを頼んだ時に「うん、お好きなんですね」って言われた瞬間にもう二度と行かない。うん、な,なんでえだって私はあくまでもそこをこう一モブとして行ってっるわけよ、うん、たくさん来るお客さんの一人として行ってそこを楽しんでるのに、うん、認識されたらさ、うん、もう答えになっちゃうわけじゃん。モブだっったたな<ー>なんかなんでもなかったものが なんか何か名前の付けられたじゃあ「たらスパゲッティお姉さん」ってあだ名付けられてるかもとか思った瞬間にも、うん、あっ無理だと思って <laughs> ええー、いけないの、ね、よ全然わかんないそんな店員さんがそんなに特別に思ってると思うなよ思ってよ思え <laughs> し <laughs> 特別だろ <laughs> 青山よしのちゃんは <laughs> なんとなく言ってるだけだよだから,だから私が特別だから覚えてくれてるんでしょみんな私は特別なんだよ、うん、あ 傲慢です傲慢吉野が出たでも逆に何だろうじゃ自信があるのかで変にそういういやでも自分は特別だとちょっとんかうすうす思ってでもこれは本当そうえ逆にない全然構いませんか覚えられないけどえあるよ覚えられてんのかな言われたことないいやないかななんかさココンンビビニニはいけど 私美容室とかもだから同じ理由で同じとこってあんまり行きたくなかったんだけど、うん、まあ今もう3年、うん、34年経ってるからまあ今更変えるわけにもってなってるけど、うん、本当は最初の頃なんかこうやや覚えてる向こうも私は喋ったこと全部覚えてるのに向こうはなんか、うん。 それ1ヶ月前も同じこと話してたみたいなこと話しておくんの、うん、それあ新鮮なリアクションしないといけないやつだみたいなこと考えるのが本当に嫌で、えー、だったらもう一期一会ニートのふり全然働いてないんですよ <laughs> ペラペラペラさようならの方が全然楽だって <laughs> あっそうなんだ,だからなんか行きつけの店、うん、バーとか私お酒飲むの好きな、うんだ、ね、っていうのがある人ってのがめちゃくちゃうらやましいのよへーえー、全然覚えられててもう嬉しいけどなあ本当 まあ、多分、確か、になんか、さゆみも言ってた。うん。なんか。覚えられてると嬉しい。みたいなそ,うそう。好きなんですかとか言われたら。あ、人に読んのかもね。あ、そうなんです。覚えてくれてるんすねみたいな感じ、多分に。全然喋っちゃう。<laughs> ひ、ひいってなっちゃう。これ、確かに、人による。うん。わからない人でも、わからないってなるし、わ、うん、かる、多分、わかる。そんな感じです。はい。いやー、これ、おもろいな。でも、こんな感じで、うん、私の。なんか、一存になってるけど。うん。 あの育みもステッカーだって思ったら言って。そっかこっちにもその権利はあるんですね。育みがわかりそう。あんまりね、こう共感なかなかできてないからね。確かに。そう。あ、そうなんだって言ってるから大体。ああ。ちょっとこのラジオやべえマジで。イマジンさんです。飲み会に行きたくはないけど。 誘わないのはやめてほしいわかるおこれは <The> ステッカー for you いやごめんなんかこれだったらわかるかなって思った私もちょっと失礼だよね今選んだのは私に合わせて選んでたもんねいやわかるーきっとわかるだろうと思ったわかる<そ>あれ酒お酒好きじゃんそうなのよ。飲み会は いや飲み会は正直行きたくはないけど誘わないのはやめてほしいのよ。んか「えー、行きましょうよ」って言ってなんて言うんだろうなそれこそなんか今日のぼっッチタイムでもあったけど大人数、うん、もう30人40人って、うんはい、事務所の偉い人もいます後輩も先輩もいますああ、うん、みたいなところはもう一刻も早く退散退散ドロンって感じなんだけどかる4人とか「この人喋りたかった」みたいな人とキュッと。 うん、バッと飲むってのが好きでなるほどねいや,いや私結構ねかそうか一組はお酒そんな得意じゃないんだ、ね、お酒あんまり好きじゃないうん、うん、まあ飲まないんだけどうん、うん、本当に好きな人としか行きたくないのよ割とまあ話したいなって人はいるけどうん、うん、まあでもど位置によるな同年代ぐらいだったら別に会ったことなくてもいけるけどうん、うん、友達の友達みたいな 先輩とか、うん、そんなにまだ絡んでない先輩とかがいらっしゃっての4人ぐらいとかでもちょっとドローンかなって感じそう私はご飯をさ、うん、美味しく食べたいわけよあっ生みの幸せはご飯を美味しく食べることなんだねなんかあどうしようなんどういう話しよう<ら>とかそういうことを考えながら飯食いたくないんだ邪念だもんねそ,<う>それはうめ っていう気持ちでしかも先輩がいたらそうちょっとこのピザチーズこっちが多めだからこっち上げなきゃかなそっかちょっとサイズ見ちゃうじゃんあペパロにうちのとこめっちゃ乗ってるとかそうなのとか本当はまだ全然行きたいけどでも私一人で食べ過ぎになっちゃうななっちゃうなとかでもあったかいうちにこのスパゲット この遠慮の塊食べちゃいたいな貴様らもう食べない食べる食べない食べる食べない食べるここで食べますかって聞いたら「あ大丈夫」って言われるから食べることになるけどその「大丈夫」は本当に大丈夫なのかみたいなそうれが仲いい人間だったら別に「こ食べちゃっていい?」って言って「誰かが食べたかったとしてもじゃあもう一個頼んじゃおうよ」って言えるやんそのラフになんか間柄的にさ「えうちも食べたかった」とか言えるじゃん食べたかった場合そう言える。 言言えない言えなないいしかももう一個もう一個とか言ってさっ<う>簡単に言えないよね先輩が払ってくれるかもしれないんだから、うん、え先輩が払ってくれるんだよ,くれるんだよ絶対にありがとう先輩ありがとうありがとういつもいつもありがとうでもそうだからあの自由なことが制限されるそうなんですだから余計なことを考えたくないので、うん、そういう時もありますね確かありがとうございましたありがとうございましたなんか本当にこのぼっち共感のコーナー <laughs> <laughs> <えぐい笑>これマジで <laughs> いや本当にすごいのすりょうもすごいのみんなちょっとマジでガチでやばいえちょっともうサクサクほんとすいませんもう一つだけもいいですか<い>これビッグハンドさん、うん、話したことない人を悪い人敵だと思ってる <laughs> ただ一度話しかけると話しかけられるといい人気になるわかる

わかりる。なんかもう勝手にあなんかリア充っぽいなとか、なんか絶対ノリとか違うんだろうなとか。茶髪だとか。なんか絶対キャピキャピしてるんだへんとか思ってたら、そう思ってたらなんかえ高橋さんってとかって言ってくるとえ好き。え私のこと好きなのかえ何何何興味あるんですか私にえみたいな。でもしょがないか喋るけど好き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 みたいなって私たちの好きが上回っちゃうみたいな。でごめんねって思う。そうっていうお話でした。 ステッカー、もうビッグハンドはもうステッカーとかステッカーじゃないとかじゃないもんうん、俺といくみとビッグハンドだから。友達。そう、友達。<う>友達。ということで、ええー、ぼっち共感のコーナーでした。はい、これからもこのようなメールをたくさんお待ちしております。ぼ、うん、っちダオーディション。 一つ飛ばしてしまいました飛ばしてしまいましたねまあいいんですこのボッチだラジオの番組テーマソングをリスナーさんから募集しますボッチをお題にオリジナル曲を制作の上番組まで送ってください送っていただいた曲は実際にオンエアに流してご紹介しますいということで今回ご紹介する曲は解体酒さんの回る世界と日々ボッチですどうぞ SNS では結構しゃべりますただし顔なしどころか体も通りません一般人のふりしてても写真は空とペットとマイニューギア一人のご飯ももちろん余裕ですただし外食チェーンとコンビニに限ります 牛丼ラーメンファーストフードいけるのは周りの多くの客が一人余計に住めん世の方より個人経営の店は入りづらい海沿いの遊園地ももはや看板が怖い誰かついてきて初めて行く日を沈んで こんな世界でも生きてゆけると思える時代に生まれたんだありがとう無人セルフレジ一生ついてゆくよネット通販家にはいるけど荷物は置き配で一人で始めた動画サイトまだ誰も見てないけどいつか消し去りたい

とということで本日の「ぼっち」とラジオはちょっとなんか変わるぞああああるアニメのエンディング感分かる爽やか爽やかでも爽やかなんだけどさ歌詞がね,詞がね意外とねそ<う>マジでもうぼっち共感のコーナーなんだけど、うん、本当にそういやでも一人のご飯ももちろん余裕です、うん、ただし外食チェーンとコンビニに限りは本当にそう。 なんかさ個人経営のさなんかローマ字三文字みたいな店とかマジで入りづらいまず入り口どこみたいなガチャか引くなのか押すなのかもう分からないしこの間もカフェ行ったやん行った行ったもうさ一人だったら絶対いられるけどさ絶対入らないねあんなとこみんながいるからっていうのでみんながいるから「あじゃあちょっと聞いてみるね」とか言えるけど一人だったらもうまず多分素通りしてる無理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 ほんに でもさそういう店を発見してバズらせてそれをまた発見してってやってくれる人がいるからそうなんだ店って成り立ってるんだなそうなんだすげーすごいなんかめっちゃ好みでしためっちゃい私今まで来た中で一番好きかもめっちゃよかった一人で始めた動画サイトまだ誰も見てないけどって言ってるけどどうなんですかねなんか見たいね解体避酒で調べたら出てくるやってんのかなね ちょっとなんかこれさ温泉さんと YouTube でも、うん、配信されてるじゃん。あのコメント欄にあの「我こそは解体酒ケ」という人はぜひ <laughs> 名乗り出ないとあのそ<う>パンチですからねか皆さん。ぜひ。えっ解体酒さんの YouTube ある皆さん <laughs> ちょっと待って。今怯えてるかもしれないぞ。ぞこんなぼっち共感歌詞かける人だから。<laughs> <laughs> <も>大変な注目はでもちょっと嬉しいかも。いや嬉しさもあるよな。絶対なそうだよ。ということでね。今後とも皆さんからの熱いぼっち曲をお待ちしております。<laughs> 以上、ぼっちザオーディションでした。 はいということでエンディングのお時間です。はいねえおお何度こう、うん、エンディングの曲が今週から変わりましたね。やっぱりそうなんですね。すね私前回ね,あ,ねあの一回聞かさ聞かさせてもらったんです,です、ね、けど。前回の曲はねまたね違ったんですよ。そうですね。 えっと解体酒さんのはい曲を使わせていただいておりますいやそってもなんかこのボッチザラジオの空気感にあったすごく爽やかで素敵なエンディングだなと思いました今ありがとうございます。なんかすごいさキャラがさテクテク歩いてエンドロールが流れていく感じがすごいこの曲するのよいやすごいめっちゃいいやんいやぜひ皆さんよく聞いて歌詞とかもねよく見てほしいなって思います あり,ありがとうございますこんな感じでもうゴリゴリに曲使っていくので、うん、皆さんからの曲とかあとメールもねお待ちしております,お待ちしてますメールアドレスはぼっちは。 これもう八回目なんだよ、ね、ぼっちハイフンだ。ラジオアットマーク温泉ドットエージ、ぼっちハイフンラジオアットマーク温泉ドットエージでございます。うん、はい、こちら番組配信ページには投稿フォームもありますので、こちらから送ることもできます。番組の盛り上がりは皆さんからのメール、いや。番組の盛り上がりだけではなく、うん、アニメの制作状況も。皆さんからのメール、エールにかかっております。お願いします。送ってください。 ということで本日のボツナラジオはこれにて終了ですお届けしたのは音を一人役青山芳生北育役長谷川育美でした Thank you